ちょっと見は和風の丼イメージ。今宵は新感覚のご当地メニューが登場です。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、今日は焼津市。気分は洋食かなってことで、風土充実の旅館たっぷりのレストランにやってきた。さてと、お、ビンゴ。でも迷っちゃうな。こういう時はすいません、おすすめってあります？梅カツオオムライスです。いつも来るとこればっかり食べてます。一体どんなオムライス？ふわふわのオムレツを乗っけて、え、カツオフレーク？梅ペーストにシソの葉、青ネギ、海苔も。これが梅カツオオムライスですか。なんだか焼津らしい。デミソースやケチャップはかけない。和風味のフレークと梅の力で食べるってわけ。青ネギが立派に薬味の役割を果たし、さっぱりといただけます。この美味しさ、やみつきになりそう。